タレントの野々村誠60が13日 TBS ラジオ「土曜ワイドラジオ東京ナイツ」のチャキチャキ大放送「土曜前1 1 0にゲスト出演した野々村は3月でレギュラー放送を終了した TBS の気候クイズ番組「世界不思議発見に」に91年4月からレギュラー出演同番組でアシスタントをしていた同局の泉舞アナウンサーから毎回 と言ったら失礼ですね、陳海答がと言うと、野々村は結構傷ついてるんですよ、毎回番組終わったらと語った。ナイツの土屋信之から傷ついてるんですかと聞かれると、そりゃ間違えたら傷つくでしょう、一生懸命答えてるんですよ、でも変な答えって言われたと話した。出身は東京都文京区の本郷で、 近所には灯台があったとし、東京大学、いつでも入れたんですよと語り、簡単に入れちゃったから、勉強すんの嫌になっちゃった、勉強して入るようなところだけど、俺、簡単に入れちゃったんだよと笑った、土屋が、みんな、入るのに苦労しているのに、と言うと早そ々うそう、三四郎池とかってあるんだけど、そこで釣りして怒られたんだからと思い出を語った。芸能界を目指していたのか、と聞かれると、全く。 僕は野球をやっていたんで、野球選手、になるのが夢だったといい、その理由に、だって、そこに行楽園球場あったんです。目の前にだからジャイアンツの選手なら歩いて通えるなと思ったんです。全部簡単なんですと明かした。野々村は中学卒業後上彩高に進学、甲子園に行くような学校に行ったけど、やっぱり全国から本当にすごい猛者が集まるわけだから、そのレベルには。 野球部だけで120人いた、とにかくすごいと、人生初の挫折を味わったと語った。また、中学の時に甲子園に行けると思って進学先を決めたものの、同世代に創実の荒木大輔氏がおり、5回、そのまま全部、甲子園は創実だったんです。1回も行けず、と振り返っていた。